韓国国内の機密管理にはいろいろ問題があるのは皆さんご存知と思います。今回は、ウマラ島大型輸送艦の収益について見ていきたいと思います。実は、韓国の F-35 A 戦闘機は、アメリカに24時間体制で監視されているそうですよ。同盟国なのに。2021年6月末、韓国で独特級強襲揚陸艦の2番艦となるウマラ島が就役しました。2007年に1番艦が就役して14年を経たこともあり、同型艦ですが、可能な限り、船体の拡張を図った形になっています。今回は、甲板の耐熱処理について説明してみましょう。ウマラ島のデータは、満載排水量19000トン、全長 199.4メートル、全幅 31.4メートルとなっていて、これは、独島より、満載排水量で約500トン、全長で約15メートルほど大きいので、船体の大型化を成功させたと言えましょう。この時島からウマラ島に至る14年間には、日本の海事は、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀に航空母艦化改修を施すと決定しました。これを受けて韓国も対抗しようと考えたのでしょう。というのは、ウマラ島の全通飛行甲板には航空機用の耐熱処理加工が施されており、一部では海事の出雲、や加賀と同様、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用するのではないかと噂されているからです。ウマラ島の飛行甲板への耐熱処理加工は、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸にも対応でき、F-35 ライトニング 2B 型が出す超高熱の排気熱への耐性も備えているほどのレベルでしょう。しかし、排気熱に耐えられる耐熱塗装技術を韓国は、持っていません。そして、そもそも、徳島級強襲揚陸艦の内部構造は、F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計になっていないことが周知されています。また、耐熱加工以前の問題ですが、ウマラ島の飛行甲板の強度そのものが、戦闘機の離発着荷重を考慮して設計されたわけではありません。その点からも、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機として乗せるのは物理的に厳しいでしょう。F-35 ライトニング 2B 型の運用には特別な仕様が必要とされます。飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベーターや収納スペースの構造などを考えると、全通飛行甲板を備えているとはいえ、ウマラ島では戦闘機の運用は難しいということも、はっきりしています。一方、日本の出雲、や加賀は、設計、建造の時点から、F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していました。野党が憲法で禁止された空母と非難していたのも無ペナルかな、というわけです。しかし、日本政府の見解では、憲法上保有できないのは、SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、そして攻撃型の空母で、出雲と加賀は攻撃型の定義には抵触しないとしています。ものは、言いようなんてことわざを連想したのは筆者だけでしょうか。自衛隊は軍隊ではないと、他国から見れば、現実とかなり乖離した政治的命題と対応していく中では、艦艇、航空機等の主要装備の調達にも、非常に面倒な理由付けが必要になるのです。韓国のウマラ島に話を戻します。一番艦の徳島は、強襲揚陸艦と韓国内でも表現されているが、今回は、大型輸送艦と呼称されているのは、
中国に対する配慮と思われます。韓国メディアは、1番艦徳島や2番艦原島を航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると報じており、世論の動きも航空母艦保有に日本のような意味での拒否はされていないようです。とはいうものの、韓国の最大の仮想敵国はあくまでも一時休戦状態の北朝鮮のはず、地続きの同国に航空母艦を保有しても有効ではないし、F-35 ライトニング 2A 型戦闘機の配備数を削減すべきではないという意見も多いのです。F-35 戦闘機についてのこういった意見は、韓国の地理的、軍事的状況を考えた場合には正論ですが、世論の多くは、日本が竹島を軍事力で奪還しようと目論んでいると思っているので、対日本として空母を準備しようと考えたのでしょう。日本が出雲、加賀の航空母艦化を決定後に、韓国も、対抗上、航空母艦を保有すべきという話になりました。でも、本当のところは、政党支持率を高めるために、現文政権が、半ば強引に推し進めているようにも思えるのですが。そして、韓国は、ウマラ島に続く徳島級強襲揚陸艦の3番艦を、すでに白島、ペンニョンドと命名し建造計画を推進しています。この艦が現在本格化している韓国初の軽空母と言われている艦艇です。この軽空母計画で興味深いのは、建造企業として従来まで独島、ウマラ島の徳島級強襲揚陸艦2隻を建造した艦身。阪神重工業者ではなく、現代、ヒュンダイ重工業者と大宇、レウ造船海洋社が名乗りを上げていることです。前述のように、徳島級強襲揚陸艦を通じて、航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきたと言っているのに、注目の大事業であるにもかかわらず、建造企業を変更する方向で進んでいるのはまか不思議ですね。経験がある企業の方が、時間も手間も、そして経費もかからないと思うのですが、あえて新規企業にということは、何か裏があるのでしょうか、とまで勘ぐってしまいます。どちらにしても、韓国だけの技術で、航空母艦を建造するのは困難ですから、現代重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、大宇造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社が、それぞれサポートすることになっているようです。軽空母計画の概念設計は、現代重工業者案で進めることになっています。ということは、バブコック社が支援する形になるので、クイーン・エリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦方式を採用すると、推測されます。2021年5月、クイーン・エリザベスは、極東地域派遣へ向けて航行中です。航行途中で、韓国に寄港する可能性も高いと見られ、本採用に向けて、どのようなアピールをするのかも、興味のあるところですね。一方の大宇造船海洋社とフィンカンティエリ社の共同は、徳島級強襲揚陸艦より、艦艇自体をコンパクト化して、小回りの利く運用を目指すものではないかとも考えられています。イタリアのフィンカンティエリ社が手掛けた代表的な艦艇は、2022年に就役予定で偽装中のイタリア海軍強襲揚陸艦トリエステです。基準排水量 25,816トンですから、韓国が構想の軽空母よりも若干少ないと感じますね。トリエステは、イタリアの有名な観光地ですね。この強襲揚陸艦トリエステのデータは、全長245メートル、全幅47メートルなので、比較的コンパクトと感じますが、それでも、艦載機は、
ヘリコプターと F-35 ライトニング 2B 型の合計で、MAX 20機ほどが収容可能となっていますから、サイズの割に、航空機の運用能力も高い艦艇と思われます。しかし、この大油造船海洋社、フィンカンティエリ社の案には、現代重工業社、バブコック社案とは異なり、スキージャンプ方式は採用されないようです。客観的に見ても、クイーン・エリザベス級航空母艦を若干コンパクト化した現代重工業社、バブコック社案より、大油造船海洋社、フィンカンティエリ社案の方が現実的と思われますが、今後の進展にも注目していきたいと思います。